はい。ちゃ亀岡です。というわけでね、えー、今日は9月の25日水曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感とですね、気になる金融と経済とビジネスの動き、そしてですね、今日は結構多いんですけども、えー、材料が出てですね、えー、明日動くかもしれない銘柄ですね、特にこの2つのセクターがですね、大きく同意づいてるんですよね。それは防衛関連銘柄と鉄鋼セクターになります。まあ、理由についてはね、えー、中盤話していこうと思うんですが、特にですね、 この銘柄が出遅れてるんじゃないかと。そのね、今同意づいてるセクターの中でもですね、を皆さんと一緒に見ていきたいのと、あとはね、材料が出て、明日動くかもしれない銘柄2銘柄ですね。そしてさらにですね、最後にチャートを見ながらですね、明日の戦略ですね、相場シナリオと、今後の戦い方をですね、皆さんと一緒に検討していきましょうと言った動画になってます。今日はね、なんとね、先ほど撮った動画がですね、なんか同時録画がですね、いつも画面を同時録画して、後で編集してつなぎ合わせてるんですけども、 できてなくてですね。日本撮りしてるというですね。全く同じ話を今もう一度してるんですよね。まあちょっとね、変えていこうとは思いますけども。まあねえ、いいでしょう。連休明けなのでね、えー。そういった意味ではちゃんと撮れてるかな。もう心配ですよね。<laughs> 同じ話を二度するって。結構エネルギー使えますよ。もうやめようかなと思ったんですけども。まあ連休中ね、動画そんなに撮ってなかったのでね。今日は頑張って撮りましょうと。せっかくスライド作りましたし。結構面白いネタもあるんですよね。まあそれも前半話していこうと思いますが。まあ面白いというか、まあ日本にとっては有意識問題ですよ。 まあそれについても解説をしていきます。というわけで、連休皆さんどうお過ごしになりましたかと。まあ3連休2回続くとね、やっぱりリズム狂い,いますよね。僕も会社経営やってますけども、まあ基本的にはね、同じルーティン、同じリズム、同じいいワークスタイルですよね。そして同じマインド、同じモチベーション。モチベーションをね、強めたり弱めたりもしないですし、出力も上げたり下げたりもしないんですよ。もう一定のリズムで粛々とやると。これが成功の秘訣ですよね。 急になんかドライブ効かしてやるぞってなったりとかね、急に落ち込んだりもしない。だから、めちゃくちゃね、やる気にもならなければ、めちゃくちゃへたれて落ち込んだりもしないんですよね。このね、ブレがやっぱ人にとってね、その成功に向かうとかね、何かを達成するためには、めちゃくちゃエネルギーを消費しますし、とにかくね、うん、別に、別にめちゃくちゃモチベーション上げなくてもいいんですよね。へたりなければね、やっぱ下がってる時が一番無駄なので、だったらですね、粛々と毎日一定のリズムで、 コツコツやった方がいいんですよね。それが成功に近づきます。というわけでね、僕はね、必ず、粛々とコツコツをね、モットーにやってるんですけども、やっぱね、三連休とかに買い続くと、結構リズム狂いますよね。動画もそういった意味ではね、なかなか撮れなかったというのもありますよね。まあ、そういった中で、まあ、ちょっと心配なので、ちょっとチラチラ見てますけど、本当に撮れてるかな、みたいな形でね、えー、まあ、ようやく明けたので、今日はね、えー、頑張って撮っていきましょうということになるんですが、日経金株価はね、<laughs> 一時、 700円以上の値上がりってことで、も、ま、う、あ、大きく上がりましたね。まあ、ニューヨーク市場の、お特にね、えー、ニューヨークダウが強いですよね。まあ、これを受けて日経金、経平均も午前中爆上がりしたと。700円だからね、やっぱりげ、えー、高感ありましたので、かなり上がったんですが、午後にかけてね、スルスルと下がりまして、結局216円高で、えー、終わっています。まあ、それでも上がったんですが、やはり3万8000円のね、 そう霧って言うんですよね、霧の壁がなかなか超えられないというところで、なんですかね、やっぱりちょっとね、えー、そこに、まあ、その、大きな、えー、塗り壁が存在してるんじゃないかなと思ってます。目に見えないね。僕は見える子ちゃんなので、塗り壁が見えちゃうんですけども、その後ろには砂掛けばば、そしてね、粉木じじいもいますけども、<laughs> まあ、この話、これ以上拡大すると怒られそうなので、まあ、ただね、明日にはね、その3万8000の霧、 超えてきそうな気がしています。なぜかというと、そう、先物が上がってるんですよね。一応このね、18時半現在、うん、を見るとですね、一応38000円台つけてるんですよね。で、まあ、その50円ぐらいの上昇ですけども、ただね、円高ではなく、今、円安にまた触れてますし、144円の前半ですね。さらに、ニューヨークダウンの先物が41円高で、41ドル高で上がっています。まあ、この動きを見るとですね、明日、 仮にも、ニューヨークダウのね、先物が崩れなければ、まあ、50円高くらいですけど、今のところね、先物が、まあ、2、300円高くらいで終わってもおかしくはない。3万8000円を超えて、まあ、終わってもおかしくはないかなと思っています。だから300円、400円。場合によってはね、一旦700円気をつけたわけですから、まあ、500円くらいまで上昇する、まあ、十分あり得るんじゃないかなと思っています。で、やはりね、配当、権利落ちるまであと3日くらいですから、まあ、ここを問いに行きたいという個人投資家、そして海外投資家も結構多いんじゃないかなと思います。 この辺りの勢力がここで一気に買ってくればね、うん、3万8 0 0を超えてくると。そうすると心理的なね、えー、節目を突破するといった動きになりますので、そこからですね、ますます活気づいていって、もちろんね、配当権利落ち日にちょっと調整入ると、10月上旬にかけてね、っていうことあるかもしれないですけども、その後、待っているのは大統領選挙、そしてクリスマスラリーですね、年末ラリーといった形で繋がっていきますから、まあ、もしかしたら、うん、米国株が まあ、高すぎるニューヨークダーがね、もう予想より早く崩れなければ、<laughs> 再び、まあ、3万9千4万円と目指していける可能性も、まあ、十分秘めてるんじゃないかなと思ってます。まあ、どちらにしてもね、一進一退を繰り返しながら、今、レンジなので、まあ、レンジはね、レンジの戦い方をしてないとなかなか勝てないですよ。だから、ずっと保有してると。クリス、ね、コロナ後にですね、自分のガチ保有銘柄をずっと保有してる人は、今の相場で利益が出なくて当たり前なのでね、なぜかというと、 こういう動きをするわけですから。それで、利益は出てますよって、なかなかおかしいですよね。むしろね、今までずっと高かったものが下がってるわけですからね。まあ、こういう時は、回転売買に徹するってことが、まあ、重要なんですけども、ただ利格、理学をね、しないと決めてる人は、別にそこで迷ってね、自分が本来、やるべき投資スタンスを変えてまで、僕はまあ、短期売買、やる必要はないかなと思ってます。どうしてもね、うん、早く奥を行きたいとかね、早く株式投資で、まあ、プロ級、プロ、 中のプロ級のですね、技術を手に入れたいとか、少なくとも中級者以上になって、相場でね、えー、稼いでいきたいっていう人は、短期売買、こういう時に、その相場に合わせて切り替えていくってことは大事ですけども、いや、私は別にね、えー、いいんですと。5年、10年と持ち続けてね、ね、えー、行きたいんですっていう人が、わざわざね、自分のやり方を変えてしまうと、まあ、それはそれでね、うん、勝率が下がってしまう可能性があります。まあ、これはだからどこを目指すかですよね。自分が株式投資家としてですよ。 ただ、繰り返しになりますけども、こう来てこうなるような形でレンジを捨ててるわけですから。まあ、この相場でずっと勝ちを捨てる人が勝ち続けるっていうのはなかなか難しいかなと思ってます。まあ、しょうがないですよね。それは相場の、ね、補を合わせるしかないわけですからね。ただね、米国経済非常に強いんですよね。で、住宅着工件数もね、増加しています。で、これはね、利下げ期待もあると思いますし、やはり需要、供給より需要の方が高い米国経済ね、人口が増えてますから、し、 増えてますし、まあ、富裕層も多いし、まあ、買えば、世界中のマネーが集まってますからね、買えば上がるわけですから、うん。それは、今、日本のね、えー、マンション価格が上がってるような形と同じような形で、まあ、先奪還が高いんあればね、不動産価値として、まあ、持ちたいという人も増えるでしょう。ということで、アメリカの住宅着工件数が、市場を上回って、半年ぶりの増加傾向なんですよね。一戸建て、それから集,集合住宅ですね。だから今、雇用もいいですよね。そして、出用率も下がって、 そして、製造業質もいいし、小売もいいし、で、利下げも行って、大統領選挙もあって、さらに住宅、いいってことになってくると、あとオは、スチ賃料とかね、このあたりがどうなるか分かんないですけども、ほぼほぼみんないいですよね。まあ、本当に、米国経済で強いなと、こういうところを見るとね、感じてしまいますよね。まあ、とにかく、今ね、そういった意味では、ニューヨークダウン、かなり高い位置なので、ここから手を出すというのは、僕は高所恐怖症なのでね、怖いですけども、 かといってすぐね、今、他の you さ YouTube さんが言っているように、暴落が来るかどうかっていうと、この経済だけを見ると、まあ、いつ来てもおかしくないですよ。だってめちゃくちゃ膨らんでるわけですから。AI バブルによってね。膨らんだ風船がいつか沈む、絞むんですよで。いつ来てもおかしくないですし、ウォーレン・バフェットとかね、まあ、ジム・ロジャース。ジム・ロ,ジャ,スジ,ムロジャースはね、でもね、ポジショントークかなり激しいし、まあ、本を出だい大体その本のタイトルに合わせたポジショントークをするので、 まあ当てにはならないですけども、あとレイダリオンで,でしたっけまあみんな暴落するんじゃないかと米国株も言ってますけども、これだけ多分なればいつか暴落しますよ。1年、2年、3年、4年と言い続けてれば必ず当たりますから。だって市場最高値なわけですからね。市場最高値から30%欲しい十分あり得ますからね。そしたら当たったっていうことになりますからね。だそれが今すぐ来るかっていうと経済指数だけを見ると、うん、まだちょっと来そうもないなと。この直近ですよ。ようなまあ 強さを感じますけどね。もちろん、いつ来てもおかしくはないようにはしてありますし、まあ、その準備を怠らないということが大事ですけどね。あとはね、中国人民元、人民銀行がね、え広範囲な景気指激策を発表ということで、まあ、年間成長目標を達成するために行っていくと。4%でさっき今ね、かなり下げてますよねえ。経済目標ね。今までだってね、8%だけです。8%だったわけですからね。8%か5%だって、今4%か。まあ、それだけ、まあ、デフレがね、ついてるとなりますし、 まままあああ中国でかなりり悲しいニュースありますよね、まあ、それだってもちろん、ね、まあそういった、まあ、日本に対する偏見、まあ、もあると思いますけどもやはり中国経済そのものがよくなくて失業者があふれ,溢れているというのも大きな、まあ、その問題社会問題なんじゃないかなと思っています経済悪いですからねでそうした中で、ねねえー、中国は一党独裁なわけですよね社会主義国家なんですよね かなり抑圧されてるんですよ。まあ日本だって構造的に見ればですよ。まあ、その支配する側と支配される側にかなり分かれてる国家って言え言えるんですけども、まあそれでも目に見えてね、一党独裁でね、えー、ね共産党党員300人が残りのね、10億人を支配するっていうのは、まあ独裁国家に近いですよね。そうする中でやっぱり経済が悪くなってくると、今まで良かった中でですよ。うん、まあやっぱりかなりフラストレーションが高まっていくんじゃないかなと思います。そうする中で、 これまでね、反日教育されてきたわけですから、まあ日本に、うん、まあ反日の、まあフラストレーションのね、えー、矛先を向けるっていうのは、まああり得ますし、まあそれは中国共産党にとってはあまり止めないですよね。もちろん国家間ではね、えぇ、ー、メンツをね、日本の保つような外交政策をしますけども、やっぱり中国にとって一番怖いのは自分たちですよね。うん、300人しかいない、まあその家族と合わせて持っていますけども、その、 伊藤独裁を牛耳でですすよよ共産党員に来るのが一番怖いんですよだったら自分たちの矛先さえ来なければ別に構わない本音を言えばですよねと思ってると思います。だって自分たちのねその,そのた立場ですよ。うんうん、が財産もね名誉も権力も失うのが一番怖いんですよ。うん、そう考えると、まあ、こういった事件もね起こるし起こったかなと思いますしさらにフラッシュレーションがたまるとどうなるかってくるかっていうと じゃあ、外にもっと目を向けようと。日本じゃダメだってなってくると、台湾ってことになりますよね。そうすると、台湾友人も近づいてくるということになります。そこにメリット、デメリットとか、かつ負けるじゃないんですよね。そうしないと、自分たちの体制が維持できないってなったら、やるっていうことになります、うん。そういうものなんですよね。独裁っていうのはね。日本の、もうそうですよね。最後、敗戦に向かって、ね、早くもっと、ね、もう、負けると分かってるわけですからね。原爆を落とされ落、落とされなくても、落とされなくてもね。 やだって、竹槍でね,ね、戦うなんて、ね、女性たちが、まあ。ありえないですよね。もう,もう本当にそれはね、えー、もう国家真珠みたいなものですよ。でも、敗北を認めなかったのは、自分たちの体制が失うるのが嫌だったわけですよね。うんまあ、そういったものなんですよね。やっぱ独裁になってしまうとね。だからやっぱりその台湾有事ってものもそういうような形で考えると、本来であればね、うん、やるべきじゃないってことは誰もがわかってるんですけども、 ありそんな中で,ですね、いよいよロシア機がですね、まあ、いよいよってこところもあれですけども、領空侵犯ということで、これオホーツク海でね、ロシアと今中国が共同軍事訓練をしてるんですよね。その矢先におそらくデータ収集とかね、まあロシアが、まあ、調子こいてね、やってきたんじゃないかなと思います。それに対して、空自が初のフレアによる警告ということで、まあ、クレアはね、電磁パレスなんですよね。で、あのホーミングとかの、いわゆる追撃型ですよね、のミサイルに対して、 えー、いわゆる電磁パレスを,を発散することによってね、えー、それを、まあ、誘導をですね、えー、阻害するのが目的になってます。まあ分かりやすく言うと、だからフレアをね、今攻撃性が全くないですよ。防御の、ね、ツールですからね。でそれをロシア機に、えー、吹きかけたってことは、まあ兵をぶっこいたのうもんですよ。うん、分かりやすく言うとね、兵 <laughs> を,をかませてやったぜ、みたいな。と、うん、いう状況なので <laughs>、まあまあね。 本来であればね、もっとまあ、こう、やりたいところですけども、まあ、なかなか日本はできないっていう中で、まあ、しょうがないから、屁だけはかましておいたっていうのが、これ実情ですね。フレアを、フレアを吹いたってことは。まあね、だから攻撃性は全くないっていうところなので、ただまあ、日本周辺もね、いよいよ気なくさいなっていうのが、まあ、ここからも感じられるんじゃないかなと思っています。これ2度目ですから、これ今日、屁の話もするのも、先取っ,ったばっかりでもう一回取り直してますからね。こう取れてるのかな、これ。あとね、うん。 これですよ。あと注目ね、銘柄も今日話していこうと思うんですが、今日は結構多いです。で、まずね、今日動いたのが、えー、航空関連じゃなくて、防衛関連セクターですね。なので、これはね、自衛隊が兵をぶっこいたので <laughs>、その防衛関連が動くっていうですね <laughs>、まあ面白いなと思いますけども、まあ株ってのはそういったものなのでね、三菱重工業が、もう前回高値をですね、突破しそうな勢いで上がってますね。まあこれ下がればトリプルトップとなるんですけども、まあこれはもう後継ぎですから、全部。うん まあここから上がっていく可能性も十分あるんじゃないかなと思っています。配当権利も近いですからね。まあ、二権が崩れなければなりますけども、まあ、非常に強い水重工業。一方で、川崎重工業ですね。こちら、ようやく、うん、200日移動平均線を超えたばかりの状況になってますので、どちらかというと、出遅れてますね。なので、ここからですね、まあ、さらに、前回高値6500円を目指せると、そう判断する投資家にとってはね、面白いんじゃないかなと思っています。あと、IHI ですね。 防衛関連セクター。こちらもね、うなぎ登りで天井なしで上がり続けてますね。もうあの、前回の、えー、暴落もものともせず、そこから、ね、さらに高値を切り上げている状態になっています。で、IHI もね、ちなみに防衛関連セクター、銘柄なんですよ。このね、ロケット弾システムとかね、えー、ロケットモーターとかを開発する会社になりますので、まあ、かなり高い位置でありますけども、まあ、興味ある方はね、こういった防衛関連セクター、他にもまだありますから、銘柄がね、 いいいいいろろ洗っっててみたら面白いんじゃないかなかと思っていますで。それからですね今日うどんいついたらもう一つのセクターが鉄鋼銘柄になっています鉄鋼ね非常に今日上がりましたね一応ねその中心になる日本製鉄ね韓国ポスコ株ですねまあシナジーを、ね、目指して、えー、買っていたんですけどもそれを全て売却ってことで1000億円規模ですねいよいよだから米国のね、えー、いわゆる買収ですよねに向かってもう力を貯めてるエネルギーを貯めてる段階なんじゃないかなと思ってます今、選挙を ね、期間中なので、バイデンもね、バイデン、まああの、いわゆるあのハリスさんもね、それからあトランプさんも、まあ、これ反対してるのでね、なかなか動けないですけども、ロビー活動は続けてますよね。だ議員とかね、うん、そのいわゆる協会とかね、団体に対してね。なので、おそらく選挙が終わったら動くと思いますし、まあ、ロビーが、ま、活動がうまくいけば、うん、その他の上院議員とかを巻き込んで、結局これはもう、ロビー活動ですから、銃規制も含めて。 あのアメリカの場合はね、すべて。お金がものを言う。上院議員とか下院議員をどれだけ巻き込めるかはものを言うので。で、給付も OK ですからね、アメリカの場合はね。日本と違って。まあ、このあたりで、ロビーがうまくいけば、えー、これは別に成立する可能性もありますから、今反対されていてもですよ。うん、まあ、そういった状況になっているということですね。だから、その力を食めるために、もう全額株売却したということですね。アメリカのね、米国のスチールですね。米えー、株をね。 おう、えでで手に入るためにね。で、そんな日本製鉄です,ですけども、よくないですね、株価はね。やっぱなかなかはっきりしないので、うん。不透明感が非常に強いので、株価上がりにくいというのがあるんじゃないかなと思っています。で、200日同平均線も突破できずに、これがね、さらに200日同意議席に向かって下がってきてね、それに合わせて下がるんだったら、下落トレンド継続中ですね、頭を押さえられてね。今そういった状況にはなってます。これ、答えが出るまでは上がらないんじゃないかなと思いますね。うん、なかなか厳しい状況今日はついてます。でも、リマリはもうね、下がり続けて、 4.98、約5%近いので、かなり高配当銘柄として、ここからね、どっかで切り返して上がっていくんだったら、まあそろそろ面白い位置にあるんじゃないかなと思ってますね。で、他にもね、えー、鉄鋼系、結構同意ついてるんですよ、今日ね。まず愛知製鋼ですね。こちらの方が8%だからってことで、一気に上がってますね。うん、何かあったのかなちょっとこの辺りのちょっとニュースつかんでないので、知っている方がいたらね、ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいなと思いますけども、愛知製鋼もそうですし、日本製工所も、 約10%額の上昇ですね。こちらも前回高値、もうすぐ突破しますよと。うん、新値更新、この直近の期間ではね、と、えー、いう状況なので、まあ、かなり強い動きをしていますね。鉄鋼銘柄もそういった意味では、ここから先ですね、ちょっと同一つく可能性がありますね。かなり強い動きをしていますので,で、ここから割安銘柄を探していくっていうのは、一つ面白いんじゃないかなと思います。こういったセクターでね。まう、あ、いついているかといって、先行して銘柄を買ってしまうと高値時間になる可能性もありますし、うまあ、みがない時もありますよね。まあ、日本戦鉄の合はね、 まあ材料が出て,出てなくて不透明感強いので、下がり続けてますけども、まあそういった意味では、出遅れをね、逆張りで狙うっていうところを、ね、あえて行くんであったら面白いかもしれないですね、うん。あとはね、J フロントですね。こちらの方は、えー、百貨店銘柄ですね。よかったですよ、さ取り直して。さっきずっと J フロントをね、あの、ユニコロだと改 <laughs> 札してましたからね。まあ,あれそう、編集しようと思ったんですけども、そもそも取れてなかったのでよかったですけど、リテイリングでね。 勘違いしたのかな、うん、ずっと服の話してましたね。俺がユニコロで今最近服を買ってますみたいなね。まあ、全然違いますよ、ね。J フロントリテイリング、百貨店ですね。えー、今期最終を1.22%増益ということで、まあ強いですね。やっぱりインバウンド、うん、ですね。それからまあ日本人も買ってると思いますよ。今ね。非常に強くう、ね。やっぱり景気、まあ富裕層はいいんじゃないかなと思います。 うん、そ,ういったそういったところでね、えー、結構買ってる人も多いんじゃないかなと思います。外遊、外商をつけてね。そころで、えー、あれですよ。265億円を365億円って形で前距離の、ね、前ねよりもかなり情報修正してきてますので、まあこれはですね、明日以降、おね人気を集める可能性もあると。そして JF ロンドね、株価全然上げてないんですよね。ここが5日6日の暴落地ですから、そこからほぼほぼ値を上げてないので、まあこれがね、えー、出遅れ株の、まあ、 一応なるんだったらね。うん。これは面白いんじゃないかなということで、一応ご紹介しています。それから日本取引所ね、こちらも最終を今期ね、7%情報修正、配当も3.5円の増額にしてきています。従来予測の535億円から575億円、前期はで,はでもね、608億円なので、まあ、前期よりは過方なんですよね。過方だけども、当初の予測よりは <laughs>、2回目だからすいません、喉がね、やられてますね。 当初の予測よりは、まあ、上がったということですね。ただまあ、だからコンサバティブに読んでいるので、まあ、これがまあ、講座流打ちされるかどうかはまあ、別にはなりますけども、ただもう一つね、面白いニュースとして、1株を2分割するんですよね。これが10月1日施行されるということになってますので、まあ、効力を発揮するね。まあ、この分割も含めて、ええー、もしかしたらね人気を集めるんだったら面白いかもしれないですね。ちなみに株価の方は200日を予約突破っていうところなので、まあ、トレンド的には、 まあ、短期上昇トレンドに入っているような気がしますので、仮にこの4470円ぐらいのね、前回高値近辺まで上がると、まあ、そう判断する投資家がいたらですね、えー、まあ面白いんじゃないかなということでご紹介しています。で、こういったですね、えー、まあそのエクセの投稿はですね、最近毎日やってますので、ビコラナーにリンクも貼ってありますので、興味がある方、そしてね、まあ、バチューに見たいとか、 もっとね、速報的に知りたいという方は、ぜひそちらの方をね、フォローしてもらえたら嬉しいなと思っていますし、もう一つね、弊社のホームページ、私、会社経営20年やってますので、私の本業を知りたいと。まあ、PR 会社やってるんですけどね。そう、私の公式のプロフィールを知りたいという方はね、ぜひそちらもね、リコーナーに貼ってありますので、リンクがね、合わせて見てもらえると嬉しいなと思っています。ということで、最後に、日経経の振り返りと今後のね、戦略シナリオを皆さんと一緒に考えていきましょうということになるんですけども、 まあ、ようやくね、えー、二つ窓を開けて、えー、上昇を続けているといった状況になってます。これちょっとね、古い、古いチャートですね。今、今この辺になるのかな、うん、で、3万8000を超えるかどうかですよ。要はね、うん。一番重要なのは。三3万8000気になってまして、ね、かなり強い塗り壁がいて、その向こうには砂掛けババがいて、その向こうにはね、さらに、えー、粉木じじがいるっていうですね。まあ、そういった状況になってます。4万円のね、壁は粉木じじいかなじゃ四4万円の壁が砂掛けババ。 4万2000円の前回新値超えるか超えないかをこなけじりとしておきましょう。で、塗り壁はまず突破しいないとそこまでいかないわけですよまあ、ここはでも超えそうですよ。先まを見る限りね。えー、一応4万円を突破してますので、超えてくると、うん、どうですかね。年末に向かっては、またね、上昇トレンドがしばらく続く可能性もありますよね。まあ、米国株主したいですけどね。今のところね、もちろん。うん、という状況ですね。トピックスも、まあ、同じような形ですね。うん、まあ、これちょっと古いチャートなので、今この辺かな。うん 形でまあ、まずはね、えー、ようやく動き始めてますので、始めてますので、まあ、日経平均を中心に見ていくのが、こういった場合はいいんじゃないかなと思っていますね。日経平均がはっきり同一つて、動きがわかってね、ね上昇トレンドとなったら次はトピックスも合わせて研究、見ていくっていうのが、まあ、今はいいと思います。まずは日経平均ですよ。ここはしっかりと道が示されるということが重要なんじゃないかなと思います。ということで、ね、 今週はいよいよ配当権利。皆さんはどういう戦略を立ててますかぜひね、エ、えー、ビーコーナー、コメントでね、そうだ、コメントで、ね、皆さんの戦略シナ,シナリオなどもね、教えてもらえたら嬉しいなと思っています。ということで、今日は以上です。高速で。